はい、どうも皆様、アーサーでございます。ということで、今回はですね、新キャラの魔法使いが完成したので、早速侵入の方をやっていきます。このキャラですね、しぶきぶっぱマンです。敵に近づいてしぶきを当てて敵を倒す。こんな感じでね、倒せるんで、すごい強いです。ただこのしぶきね、そこまで万能ってわけじゃない。ローリングで回避できて、ケツも掘れるから。そこまで強いわけじゃないんだけど、侵入で使うのはね、すごい輝く戦闘スタイルだと思う。要はですね、タイマンだと、動き見られて避けられちゃうんで、侵入で奇襲仕掛けるときに使うんですよ。当たれば即死だから。この通り。強えな 敵は何もできず死んでいく。これが闇魔法です。ちなみにですね、このキャラは魔法の他に月光剣も使えます。だから、近接もね、十分戦えちゃうんですよ。さらば。はい、対戦ありがとうございました。このアノロンはね、先に進ますね。俺が食い止めるわ SL 的にね、攻略勢しかマッチングしないはずだから。攻略勢ちょっと今から皆殺しにします。いやーでも、この体力とスタミナでダウンロードコンテンツのエリアクリアするの、すげえしんどかったですわ。これ初期値なんですよ。一切上げてない。もう威力と月光剣使う筋力と技量しか上げてないからね。体力と持久はね、上げてる暇がなかったっす。上げてる暇がないっつうか余裕がない。上げちゃうとね、SL が高くなっちゃうから攻略勢とマッチングしなくなっちゃうんですよね。それは許されない。だからこれでね、頑張ってマヌスとアルトリウス倒しましたよ 4人の候補がでも一番きつかったな。皆さん攻略勢狩るときはね、ちゃんと SL を低くしなきゃダメですよ。SL 高くすると 出待ちしかマッチングしなくなるからな。出待ちとマッチングするとね、すぐ終わっちゃうんですよね。勝っても負けても。だから動画の尺に困ってるさ。ならいっそのことを攻略勢を狩るためだけに作った方がいいやん。ね。二人だろうが怖くねえ。はい、さようなら。このしぶきね、ショットガンみたいなもんだね。遠距離で当てるとそこまで強くない。近距離で当てないと。終わりや。月光剣マジかっけえな 強っ。強いっすね。これが闇霊でしょ。結構剣マジかっけえな、闇霊が使っても。でも逆に、これで出待ち勢を倒すのもありか。闇のしぶきね、全段命中すれば、どんだけ体力多くても、ほとんど死ぬので。数の暴力で、俺強えしてる奴らを、しぶきで倒すのも悪くねえか。迷いますわ。SL 上げたら下げられないからね。慎重に考えないと。とりあえず今は目の前の敵にだけ集中する。集団ストーカー展開。この追うものね、敵の後を追いかけてくれるんですよ。ストーカーのように。だからそうなると敵ローリングして回避しようとするので、その隙を狙ってケツを掘るっていう戦闘スタイルも可能なんですよね。だからすごい強いんですよ、闇魔法。どこだ。後ろにいたか。あばや。こいつ避けれるんだ。しぶき避けられるやつと出会っちまったな。やべ、これ死ぬわ。これ死んじまうわ。ここね、ケツ掘れないよ。このエレベーターの中はね、どんだけ回り込んでもケツ掘れないから。あばや。この人うまいな。やるじゃねえか。さらば。おい、回線切りか 武器は決まったんだけど、防具が決まってないんですよね。この体力じゃ、防具着てもそんな意味ないんだけど。やはりファッションには気を使いたい。
ったら持久力が少ないから着れる防具も限りがあるんだよな。迷うところですわ。はい、そのことを持久力上げていい服着るのも悪くないけど、 SL は下げられないんでね。あ、いたのか。それじゃあ奴を倒しますか。あれ、大将か。来る前に終わらせたいね。新川さん、集団ストーカーから逃げられると思うなよ。行け。霊体来ちゃった？ Oh my god。 マジか。いや、だが問題ない。エレベーターは上にあるので、敵はここに来るはず。ここで待つか。しぶき使うときね、ローリングされてケツ掘られちゃう可能性あるんですけど、逆にこういう足場を利用すれば敵はケツが掘れない。こちらからの射撃がねできるわけなんですよ。安全に。敵は3人ですね。いや、回り込まれてケツ掘らなきゃいい話なんで。敵は詰みましたね。いつまでそんな無駄なことをしてるつもりで。来るか。ちょっと弓の射撃がうぜえな。下がるか。下がろう。あ、いいっすね、いいっすね。さようなら。つえな、マジ。さあ次はあの玉ねぎだ。お前も死ぬんや。フォース使うつもりだったのか。危ね。助かったぜ。さあ、あとはホスト。これさ、なんか闇霊が侵入してるときは白ファン呼べないってなんか書いてあった気がするんだけど、呼べるのかな。まあいいや。あ、呼べるみたいだね。残念。呼ばせるわけないよな。しぶき打てる数少ないからね、ちゃんと使っていかないと。うん。国際された。ああ、うれしい。僕罪人。手振ってやるか。あいつ喜んでるな。今の手を振るジェスチャーは、今からお前をあの世へ送るっていう意味でやったんだけど。のんきなやつだ。さあ、気を引き締めていきましょう。このキャラね、確かにしぶき強いんだけど、体力すげえ少ねえからな。敵の攻撃食らったら死にます。だからそこだけ注意してやっていきましょう。いけ、集団ストーカー。おお、壁で防いだが、なかなかやるな。あれ、ちょっと待って、このキャラマジで強すぎるな。俺とんでもねえキャラ作っちまったか。これね、プレイヤースキル全く必要ないんだよね。ただ近づいて撃つだけだからさ、やべえわ。あ、かなり先進んでんな。マジか、間に合うかな。銀騎士が生きてるうちに終わらせたい。ただ間に合いそうにねえな。あー、銀騎士倒しちゃったか。早い。これまずいな。どうしましょうかね。いるな。あの基盤のやつ武器怖えな。あれ当たったら死ぬわ。当たる前に敵を消さなければ。アバダケダブラ。あっつ。やつもシューターが。さらば。アバダケダブラつえ。さすが即死魔法。ということでね、まあ、闇魔法強いので、魔法使いの方はぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。